ベビーリトミックとは、零歳児の無限の可能性を育てる、母親が笑顔で子育てをするを目的として作られた、零歳児に最適な音感幼児教育カリキュラムである。生まれたばかりの零歳児にできることは限られている中、零歳児が反応する大切な要素、音と触れるがリトミックレッスンにあることに着目したことによる。音とは、心地よい音楽と、もう一つは、 声と考え、そしてその声とはお母様の声と指導者の声である。それらの心地よい音が効果的なタイミングで構成され、母親と触れ合いながら行うのがベビーリトミックである。0歳児のうちから0歳児に適した良い刺激をバランスよくたくさん与えることにより子供の持つ無限の可能性を伸ばすことができる。それには耳から入る音楽や触れ合って、 コミュニケーションを取ることが、0歳児にとって最適な刺激である。またベビーリトミックは、出産直後の母親が精神的に安定して子育てできることにもつながる、良い母子の環境づくりができる。そして、それが赤ちゃんにとっても一番良い状態を作ることとなる。リートピュア代表、矢島組子が務める団体。0歳からの幼児教育を提唱し、ベビーリトミック。 キッズリトミックの普及活動及び子供の心をつかむリトミック指導者育成活動を行っている。親子リトミック教室と全国どこからでも学べるママとリトミック通信レッスンを行っている。ありがとうございます。